にちは、ブランド林社長です。クレートランド響きです。僕と響きが今回5着ずつ選ばせていただきました。はい、こっからこっちが僕、こっからこっちが響きチョイスとなっておりますので、まあ、まずは僕のチョイスの5着をご紹介させていただく、後に響きの5着を紹介させていただきたいと思います。はい、なんか本当個性が出ております。うんうん、比較的だから響きはね Y2K 塗りが多いですね。着やすいデザインです。はい、僕はもうおじいちゃんみたいなチョイスでございますのではい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。1着目、はい、これはね僕もすごいいいと思ったわけですね。はい、スコーピオンズです。もう2着いっぺんにいこうかな。スコーピオンズです。めっちゃかっこいい。かっこいいですね。でね、これ分かってます？これとこれなんでいっぺんに出したか分かります？え、こうなんかもう一緒やからじゃないですか。え、この女体でスコーピオンになってると分かってる？分かってなかったっすね。サソリやねんこれ。確かに。あ、見てみこのもう稲葉ウワーみたいな。いや、だから僕はさちゃん気になったんです。なんか一人だけすごい。これで誘いになってんだよ。そういうことか。あ、ここ、あ、なるほどね。1,2,3,4,5,6 人のお姉ちゃん。うん、でこっちは逆にね、青の羽が生えててかっこいいんですよ、これ。今まで誰が誘いに羽を生やしましたかと。ツアー1991、1991同じですね。俺、もしこの、まあ、91年か僕まで5歳ですけ ど、このライブ行ってたら全パターン買うな、T シャツ。ただ一個ここで難しいことがありまして、はい、これめっちゃ色抜けてるじゃないですか、どっちも、はい、真っ黒だとね多分また全然違うんですね。まあね、この色も含めてすごくいいと思います。色抜けちょ双子ですからね。そうっすね、双子ですね。すごい T シャツ。僕はねもう正直ね、あのこういう女性モチーフのデザインがに目がないわけで、やっぱ こっちどっちかっていうとこっちになっちゃうんですけど、そのサソリになってるのはちょっと気がつかなかったんですけど。いいでしょう、すごくいいですね。じゃあ余ったらこっちがいい。これこっち買うわ。そうですね、もう こんなんねないよ多分。そんな俺はこのやっぱ青の羽がね、後ろもこれいいね、ハーレーっぽく色はね確かにすごく、うん、いい。これ、うん、まあそんな2着ですね。僕も一緒になって喋っちゃってるけど、見てこれクレイジーワールドって書いてある。めっちゃダサないめっちゃダサい。クレイジーワールドって書いてる。すっごい文言ですかね。悪ぶっちゃってかっこええな。かっこええわ。ほんまにいいっすねこれ。メイドインどこやと思う。これプリンテッドインザ USA やで。ボディとかでもこれ書いてあるこっち。ベネズエラ。あこっちも買えそうなんかな。あ、ベネズエラ。あ、素晴らしい素晴らしい。はい、もうこれはもう毎回出しておきます。はい、響きがね、はい、ちょっと心配してたんですよそうっすね。こんなにやって大丈夫ですか社長。結構、そうそうっす、はい、むっちゃあるもんな。うん、あるっすね。まあその先週出てるレッチリとかもそうでしたけど、うーん先物買いですこんなもの、うん、だってもう今これあないもん、大あんまり。ああ、まあそこはやっぱりね、ずっと言ってるから僕は分からなかったとこですね。そう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 、やっぱね、その仕入れだけのために言ってるわけじゃないわけですな。うん、どっちかってそれもまあもちろんまあまあ大前提の仕入れなんだけど、もう今日もスレッズに書いたけど、オンタイムでみんな分からん。うん、その状況が。なるほどね、なってるんですね。2年くらい前は違ったっすけどね。相場の動きとかさ、その枯渇具合っていうのがさ、はいはい、今までって結構想像できたしさ。そうですね、その通りやったやんか、はい、もう先全然違うから。なるほど、まあ、はい、入れてますんで、ジャイアントバイアンビル XL のレイジチェゲバルでバックプリント豪華な方で、このブリーチかっこよくない？かっこいいっすね、このブリーチ。いいっすね、普通にいいですね。サイズ感もいいですよ。そう、ジャイアントバイアンビルって比較的身幅がね、うん、ギュンと縮みやすい傾向がある、はい、特にあのシャーデーのサマーデラックス、はい、ラブデラックスとか、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい、XL で身幅54とかザラ、うん、あるっすね。いい個体ですこれ、はい、シングルシングル言うことございません。お願いします。大体これね、ガンズ&ゴッドガバメントってマリリン・マンソンね、ジャイアントのボディが多くて、なぜかしかもジャイアントのミディアムが非常に多い印象です、うん、でこれがアルスタイルかな、はいはい、の XL、はい、すごくいい色抜けしてて、うん、
でね、あのこのガンズゴッドガバメントってね、あんまりフェードした答えないんですよ。あ、まあ、なんか全部コンディション良くない？確かに、まあ、基コンディションが良い、まあこれも良いので、まあ、色抜けがあまりない答えが非常に多いイメージなんですよ、うん、確かにね、綺麗に抜け取る。まあまあサイズ感もいい感じです。僕は大好きこれ、はい、まあこの T シャツ僕持ってませんけど、これなら着たいかなと思います。あとバックプリント何パターンかありますけど、これ豪華な方ですね。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ここから響きのターン。はい、エミネムですね。エミネムって最近あまり出せてないというとこで、ね、8マイルとかもそうなんですけど、グレートランドができてからあるもうずっと問い合わせがあるんですよ。ただ爆裂増えることもなければ減ることもないっていうようなイメージで、そういう中でじわじわ上がってきてるなっていう中、エミネムの中でも比較的有名なデザインで、まあ結構高いやつなので、はいはい、まあ、この辺とかはあの本当ある時に買っといていただかないと、僕らもあんまりタイミングでこう何ていうんですか、貯めてつどつどこう出してっていうのは結構難しいデザインではあるので、押さえといてください。しかも大体これオールスポーツやん。そうですね、悪夢なんです。僕もちらっと見てびっくりしたんですけど、まあただここの辺ってあんまもうボディで選べるほどないんで、まあね、うん、あとこれバックプリないものもございますが、しっかりとクリーミナルと入っておりますので、その点も嬉しいポイントかと思います。お願いします。コスパ良きスリップノットですね。ね、オフィシャルの2000年頭くらいまで、2000、まあだから2とか3とかその辺までっていうのは、まあうちでも結構高いものが多いんですけど、それ以降の T シャツってなった時に一番うちがもうぶっちゃけ大事にしてるのはデザイン性なんですよ。ほんとね、2010年くらいまではほんといろんなパターンが出てるんですよね。だからっていう中で、まあフロントしっかりと、もうおなじみの構図ですね、スリップノットって入ってて、バックプリントもうるさすぎない感じでしっかりマーク入ってる、でサイズ感が短丈ボックスっていう、この辺っていうのはまあまあそらうちでも入れるよねって感じの一着ですね。はい、うん、最高、まあ、普通にシンプルなんで、もう普通にブラックのパンツとかでも合わせてもらえると思うんで、お願いします。はい、ジャネットです、ね、オールフォーユーやん。はい、ジャネットはね、なんだ、僕あんまり買ったりってないですけど、うん、グレートランドに入る前はジャネットはあの探してるトップ3にずっと入ってたかな。まあちょっと仲いい先輩がね、ジャネット好きで ね全部持ってっちゃうから、うん、僕ちょっとあのデザイン被っちゃうじゃないですか、うん、で普段結構一緒にお店とかブランドバイズとか遊び行ってたんで、まあ、もろかぶりはさすがにちょっとっていうので、あんまり僕買えなかったんですけど、まあ、かなりデザインがいいなって思うものが多くて、まあ、これもそうですね、色使いとかも含めて、これね、まあ、フロントプリントちょっとこう陰影がかって、こう浮き出てるみたいな、こうねバーキッと書かれてないそうすね、ジャネットだと、このバックプリント俺ね、なんかすっごいおしゃれやと思うね。もうおしゃれな多いっす。なんか もっと派手にいきそうなもんじゃない。まあまあそうですね。うん、 いいですよ。ほんとすごくいいんですけど、どんだけ伝わるかっすよねこの感じが。結構グラデーションかかって、特に背面分かりやすいと思うんですけど、うん、首元からフェードしてるので、うん、いいこなれた T シャツですな。はい、まあ、こういうのは年中着れるんで、別にインナーでもいいし、うん、1枚でもいいし、全然持ってて損はないですね。で、あらそう、はい、ユニバーグ2枚か。そうです、2枚入ってますが、こっちがテネリバの L です。まあちょっとね、あのこちらボディちょっとね一旦置いといて、うん、ちょっと珍しいボディになってます、うん、デザインで言うと、うん、リンキンパークっていうのはだから結構前からそのコスパめっちゃいいですよ、着やすいですよって説明してたんですけど、正直ちょっと徐々にやっぱり高くなってきちゃってるんであれですけど、やっぱもともと伝えてたみたいにデザインは着やすいものがかなり多くて、構図がまとまってるんで、でいてやっぱりその今ホットなバンドってあれですけどに入ってきてるし、この辺がもうその2年前くらいのメタリカまで言わないけど、でもそういうような今イメージなんですよ。だから持ってない方は、価格帯的にもね、そうですよね、持ってない方は持っといた方がいいし、うん、これからって方もこの辺はまず押さえてってもらって絶対間違いないんでっていうので、まあ2枚って感じかな。でこっちはちょっとさっき言ったみたいにボディがね、このね、リンキンパークにはなぜかプーマのボディが使われてることが多いです。はい、これですね、はい、あんまりヴィンテージプーマのね、あのボディって見ない。これでも本物の証です。はい、はい、そうですね、はい、なので、まあ、今回2着入れてますんで、はい、お好きな方ある程度構図近いんでね、選んでいただいて、よろしくお願いいたします。ということで以上10着ご紹介させていただきました。僕と響きの、まあ、それぞれチョイスということで、本日夕方より6時から店頭にてご試着日ご購入が可能、夜9時から書き換えよらオンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーの社長とグレートランド響きでした。バイバイ。